どうも皆さん、こんにちは、ほうでーす。今回はトレバーさんとジョニーくんがレアな車をたくさん集めに行きたいと思います。トレバーさんのお家にやってきました。シミオン、すごい車を見つけたって？そうだよ、めちゃくちゃすごいんだ。早速集めに行ってくれ。それではジョニーくんと一緒にこちらのグロッティのスーパーカーに乗って集めに行きたいと思います。このスーパーカーは昔の動画でね集めたことがあるので、見てない方はねぜひそっちの方もね見てほしいと思います。よし、それでは早速乗っていこうと。めちゃくちゃかっこいいんだよね。さあ今回はどんなすごい車を集めることができるのか。シミオン、それじゃあ行ってくるぜ。それでは出発進行。めちゃくちゃ速いな、本当に。加速がすごいよね。普通に300キロぐらい行くんじゃないかな。よーし、スピードアップ。どうなる？はい、普通に200キロ超えましたよ。速すぎるな。ぶつからないように気をつけないとね。そしてトレバーさん視点だぞ。ちゃんとメーターとかもね、連動して動いてるし。すっげーかっこいい。300キロ行きそうな感じなんじゃない？これ260キロ超えてる。すげー、怖えよ。そしてこちらだ、行くぜ。さようなら皆様、バーイ。早すぎるなこれ。めちゃくちゃ速くて最高だね。おお、こっち側で合ってるの。今回の車は全部で3台あるみたいなんだけど、そのうちの2台がこちら側の高級住宅街の方にあるみたいだぞ。まず1台目はどんな車なのか。スーパーカーだったらいいんだけどね。楽しみだね。皆さん着きましたよ。ここみたい。すげえ、めちゃくちゃ巨大な家だね。こんにちは。それでは車を置いてと。早速偵察に向かいますか。どんなのかな。おお、かっこいい。めちゃくちゃいい車が止まってるじゃないか。こりゃすげえよ。んー、なんじゃこりゃ、めちゃくちゃ速そうな車じゃないか。すげえかっこいいね。この車も後ろにエンジンがついてるね。で、車内はどうなってるのかな。おー、めちゃくちゃ良さそう。すげえ座り心地が良さそうなシートだね。おーほほ、これはすげえよ、シミオン。こんなものを見つけたなんて。よし、トレバーさん急げ。それじゃあもらっちゃいます。やったー、この車も上に扉が開くぞ。かっこいいね。そしてヘッドライトもつけてみよう。そして行きます。さあどうなるんだろう。さっきの車とどっちの方が速いのか。行くよー。それでは出発進行。こっち側から行こうか。よし。そして、あ、そうだ、ジョニーくんあっちの車に乗っといてよ。よっしゃー、ジョニーくんも登場。ちょっと待って、なんなの。隣に知らないおっさんが乗ってきたんだけど。一体誰ですか。知らない人また乗ってきちゃったんだけど。しかもめちゃくちゃ混雑してるな。どいてくれみんな。道を開けてくれ。頼む。ちょっと僕の車にぶつからないでよ。よろしくお願いします。それだけは。ジョニーくん、こっちだよ。よしよし、いいぞいいぞ。ぶつからないように気をつけて運転してね。さあ、それじゃあスピードテストの方もやっていきますか。で、ちょっと待って、その前にこの近くにもう1台車があるみたいなんだよね。それはまた後で見ますか。まずはどっちの方がスピードが出るのか確かめてみたい。よし、それではここからまっすぐだぞ。ジョニーくん、ぶつかってるよ。しっかりしてくれ。それでは出発進行。行くぜー。おー、はいー。この車も余裕で200キロ超えるね。すげーぞ。早い早い。おー、とっと危ね危ね、ぶつかりそうだった。よーし、加速。めちゃくちゃ加速するぞ。あー、でもこれさっきの車の方が速かったな、こっちの車より。おー、この車ももう十分速いんだけどね。なんかさっきの車の方が速いと思うぞ、これは。おー、すげースピード出たよ。あれ、ジョニーくんがいなくなっちゃったんだけど。どこに行ったんだ。ジョニーくん、探しに行きますか。よーし、出発。うおー、めちゃくちゃジャンプしちゃう。さあ、どこだい。ジョニーくんがいなくなってる。あ、いたー。うわー、やべー。正面衝突してしまった。で、そして、この先だね。あ、
よーし、じゃあジョニーくん次の車を探しに行こう。おーと、危ねえ危ねえ危ねえ、怖えすげえ危ない運転しちゃったけど、めちゃくちゃスピード出るからすげえ快適だね。結論としてはさっきのペガッシュの方が速い感じはしたんだけど、もうこの車もめちゃくちゃ速いからね。なのでパトカーから追いかけられても全然大丈夫だぞ。一瞬で逃げ切れるぞ。さあ、そしてここじゃないよ、道間違っちゃってるけど、まあいいか、こっからでも行けるでしょう。一旦車の方はこのお家のところに勝手に止めておこうと。こんにちは、これはあなたへのプレゼントではないですよ。で、ところでこのおっちゃんは誰なの一体マジで謎なんだけど。よいしょ、こっから登れたぞ。そしてさらに屋根の上にお邪魔してと。さあ、どこにあるのかな。この先にあるらしいんだけど、お、見えてきたぞ。いでーひっくり返っちゃったけど、ついに見つけました。かっこいい、すげえ SUV だ、やったぜ。これはかっこいい、しかもゴールド仕様になってるし、いかつすぎでしょ。なんじゃこりゃめちゃくちゃお金持ち仕様になってるよ。すげえわ、マジでかっこいいな。マスターピースって書いてるしSUV の頂点に立つような車だね。めちゃくちゃかっこいいホイールまで付けられてます。なんてことだ。これはちょっとフランクリンさんが喜ぶんじゃないかな。よし、早速もらっちゃいます。しかもこれ後ろの座席にも映像が見れるようになってるぞ。ロスサントスの車の中ではこれはかなりレアだぞ。そして、おー、空も見える、美しい。おー、最高だね。それでは早速もらっちゃいます。おー、めちゃくちゃ速いな、なんか加速が。え、すげえ加速、すげえ速っ速っ速っ、やべえ、めっちゃ速いぞこれ。さっきのスーパーカーより速いと思うんだけどこれ。おーし、行くぜー。おほほほ、めちゃくちゃ速そうだな。おー、これは危ないよ。さあ、ところでジョニーくんが一体どこに行ったのかわかんなくなっちゃったんだけどね。行くぜー、加速ーこれ速っマジで速いな。なんだろうね、最高速はどれぐらい出るのかわかんないんだけど、まあ、とりあえず最初のアクセルの加速が半端じゃないわ。おお、これはすげえ。もっと重たい車だと思っていたんだけど。おお、速っー、もう200キロ超えてるからね。すんごい性能だね。おお、これは300キロいきそうだ。おお、やべえ、やべえ、飛ぶー飛びすぎるよ、これは。あぶねえ半端じゃねえぞ、これ。とてつもない性能だね。これ、フランクリンさんにあげるのもったいなくなってきたわ。これ、トレバーさんがもらった方がいいね。ちょっと思ってた車と違うぞ。これは、最高すぎる！ブレーキ！そうして、最後の車を見つけに行きたいと思います。で、ところで、ジョニーくんは一体どこにいるんだろうね。おーい、ジョニーくんもう、行方不明になっちゃったんだけど。すごい綺麗だね、後ろから見ても。おー、素晴らしい。ゴールド仕様めちゃくちゃ最高だね。そして車のデザインもめっちゃかっこいい。で、どうやらこの近くにあるみたいだね。この黒いビルのところにあるのかな。ここら辺のはずなんだけど、おお、見つけたぞすげえの発見しちゃった。絶対こっちにあるやつでしょう。これでしょう、絶対確実に。すんげえスーパーカー置いてあるよ。ちょっと、鍵をもらわないと開けれないので、すいません。鍵を貸してください。はい、ありがとうございます。いやいやいや、めちゃくちゃ撃ってくるぞ。ということで、ついにこれはゲットできるんじゃない？やったーゲットしたー。これもペガシなんだ。うおー、これは速そう。遅いわけがないというね、こんな車で。さて、それでは、あ、パトカーが来ちゃったね。よし、行くぜー、出発ー。やべえ、加速やば、速っ、なんだこれ。おー、怖いほど速いんだけど、すごすぎるって。ちょっとこれ、高速道路に入ります。おー、速い速い、とんでもないスピードだ。
いくよー。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、早い早いスーパー早いぞこれ。かっこいい。そして車内はめちゃくちゃ赤く光ってるね。こんなアンビエントライトまでついてるなんてね。後ろからパトカーが追いかけてきてる。待って、ぶつからないでください急げ、逃げろー。いけー、なんじゃこりゃー一気に開けることができるぞ。素晴らしい、この性能最高超速いよ。ブレーキぶつからないように運転するのが難しいぞ、本当に。イエイめちゃくちゃ速いからね。こりゃすごい。いくぜー速いねー。そしてところでジョニー君は一体どこにいるんだい。それがめちゃくちゃ気になるんだけど謎だね。これは絶対逃げ切れるでしょう、このまま運転していたら。普通に逃げ切れそうな感じがするんだけど。よし、そしてこの上り坂、全然上り坂じゃないぞこれ。行くぜー平地みたいなスピード出せるんだけど。イエーイ、余裕で逃げ切れた。めちゃくちゃ楽しいねこの車は。超スピード出るわ、ブレーキしかも色もめちゃくちゃ目立つしね。おー最高誰が見てもスーパーカーだとわかるねこれは。おー早さあ、そしてジョニー君は一体どこにいるのか謎なんだけど、高速道路の方に行きますか。よし、ブレーキだ。この段差も乗り越えて、そしてこっちかな、行くぜ。よっしゃー来たぞー。さあ、そしてここで待っておいたらジョニー君はやってくるのでしょうか。ジョニー君、おー来てたー、すげーいいぞジョニー君。それじゃ出発だ。これもしかしてジョニー君修理しに行ってたのかな。めちゃくちゃピカピカになってるもんね。ちょっと待って待って、ぶつかりそうだからやめてそれめちゃくちゃ怖いんだけど、すげー寄ってくるからね。よし、それじゃあ出発進行。さあ追いつけるかな僕に。早いねマジで、めちゃくちゃスピード出るわ。よっしゃーこっちの車の方が速いんだねやっぱり。行くぜー、イエーイスイスイ行けちゃうね。おー楽しいこりゃ最高だね。余裕で300キロ出せそうだし。おお、これ300キロ超えたー。400キロとかも行くんじゃないこれ頑張れば。あ、やっちまったぶつかっちゃったけど、普通にぶつかっちゃってたね。よし、行くぜー。お家の方に到着しみよう。見てくれー、最高の車をゲットできたぞ。よっしゃー登場これはすげえぞ。シミオンも大喜びだね。最高の車が集まりました。やったぜ。このね、最高の車たちは別の動画でも使っていきたいと思います。すごいぞ、めちゃくちゃ綺麗な花火が上がってる。そして今日の10月12日は4歳になるレントくんのお誕生日です。レントくん、いつも見てくれてありがとう。そしてレント君は消火活動のね動画がねめちゃくちゃ好きみたいです。レント君これからも見てね。それではチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さよなら、バイバイ。